トリアスの新オーナーに、福岡地場デベロッパー北山浩さんに。1月14日、福岡県久山町の商業施設トリアスの実質オーナーがこの度変更になりました。新たなオーナーは福岡市西区内浜でショッピングセンターウエストコート名の浜や福岡市東区のイーストコート青葉などの不動産開発、賃貸マンション、太陽光発電所を保有する不動産開発会社北山興産です。ただし受益者は個人となっています。株式会社北山興産は福岡市西区名の浜が本店、設立は昭和47年6月、資本金1000万円、代表は北山秀樹氏です。トリアスは1999年に開業した敷地面積約21万7000平方メートルの九州最大級のショッピングセンターです。アメリカのホールセール型会員制店舗のコストコ日本1号店が出店したことで知られているほか、映画館ユナイテッドシネマや楽市楽座などおよそ110の店舗があります。これまでトリアスは長崎の建設会社ベイ系、シンガポール系、ベイ系のファンドが保有してきましたが、この度ベイ系ファンドから信託受益権を取得しました。売買価格は非公開としていますが、業界通の話では90億円前後と見られています。取得資金についても非公開としています。